さて始まりました灘高専の放課後。第1回の今回は道具合宿に参加している77回の梅田くん、78回の吉本くん、77回の平野くんの3人をお招きしました。2011年の 3.11 の東日本大震災をきっかけに、当時の灘高専がボランティアで、実際に東北に行きたいっていうところから始まったのが東北合宿で、今は、ボランティアはもう活動としてないから、震災学習という形で毎年長期休暇の時に灘高専を集めて東北に行って学習するっていうのが東北合宿で、そういう企画です。東北企画でもあれよね、夏と冬で違う。そうそうそう、夏は大体そう気仙沼行って、冬はまあ福島。うん、どこ行ったんだっけ？どっちの方行ったの？僕は福島が3回で、3回も3回行きました。で仙台はこの前1回行きました。おお。いや今回。俺はあれやな。今回の家で気仙沼が2回と。福島が2回かな。ってことは俺は一番少ない。1回行く、まあ、回数的に1回行く。まあでも行ってるところも毎回違うし。そうやね。で、翔館とか絶対行くけど、うん、やっぱり毎回でもすごい充実した合宿ないか。それが印象的。何回行っても新しい学びがあるっていうのをすごい感じます。なんかどうしても何回目2回目、3回目とかだと、まあ、大体知ってるとこ多いですけど、でもやっぱりなんか、あ、そういう考え方あるんだとか、逆にその初めて行くメンバーからなんかもらった知識というか、なんかそういう意見とかですごい学びになることもありますし、タコの人もおるしな。そうですね、タコの人と交流しながらこう話しながら学べるのもいいですね。そういう普段やったら繋がらへん人だと喋れるっていう。学校の会で先に震災についてのちょっと活動をやってて、そこから、まあ東北の方もちょっと興味が出たかな。そういう感じでせっかくやったら行ってみようかなみたいな感じで参加してみたのが初いな、その言われた時な。俺は魚が美味しいな、ただただそれだけだけど。ちょっと半分冗談やけど、でもマジでそんなに震災に興味あったとかではなくて、東北にただ行きたいっていう気持ちと友達と旅行行きたいと、そういう気持ちだけやったけど、でもまあそれでも行ってよかったなっていうのは。あんまないもんな、みんなでどこか行く。うん、どう？僕ですかね。僕はそのもう本当最初は授業で先生からその教えてもらったんですけど、まあ本当楽しそうだなっていうのの時で、本当面白い半分ぐらいでいたんですけど、もう全然行って、だから最初は逆にもうこんなに震災に関わるとか全然思ってなくて、もう行って終わりかなとか思ってたら、もうすごいいろいろやるようになったっていう感じで終わりだと思います。はい、確かに。そうやな。最初に行った時に心に残った思い出は、まあ、2つあって、あれ、1個は夜に泊まったホテルで、まあもう今はそのホテルじゃないけど、その時ホテルを経営してた人から聞いた話が結構一番最初の東北の被災の経験談だったから、それが結構印象的だったかなって。なんかそうそう、部屋暗くして、なんか何だったかな、そう、中学校か小学校かの代表の人の答辞を読み上げてて、それが結構印象的やったかなっていうのと、あと実際に当時の小学校に行ったっていうのが結構、そう、まだ残ってると思ってなかったから、うん、そうそれが結構衝撃的やったかなって、思い出というよりかはっていう感じかな。ここですかね。僕は最初本当にさっき言った通り、なんかその10年経っててもう復活というか、もうみんなの意識の中から消えてるのに、でもやっぱ現状全然復興なんてまだまだ始まったぐらいの段階だからっていうのがすごく大きくて。それは福島の話？福島の話です、はい。だからなんか本当すごく
なんか僕一人でできることなんて全然限られてますけど、まあ、ちょっとでも力になれたなっていうのですごくありましたね、最初は。で、仙台が最初だったっけ。仙台が最初ね。仙台で一番やっぱここに残ったのは牛タン。牛タンじゃない。牛タン確かに行ったけど、牛タンじゃなくて行ったな。まあ、牛タン食べてこう仙台に着いて、さっき食べた仙台着いて牛タン食べて、まあバス乗って最初着いたところがこの石巻の頑張ろう石巻っていう、まあ多分皆さんもネットで調べたらまた出てくると思うんですけど、そういう看板がある公園に行かさせてもらったんですけど、まあその公園はまあすごい海沿いに近いところで、だからなんかあるのかって言ったら別に何もないんですけど、めちゃくちゃこうただただのっぱらが広がってるけど、そこはもともと町があった場所で、他にもいっぱい家が隣立してたのにもう津波で流されたっていう話を聞いた後にそこの場所を見るとすごい衝撃やってきたなっていうのは覚えてる。もう今家建てられへんっていうところで、それが結構居住地域じゃないですか。そう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 、でも第一印象はそんなことも分からずに、あ、これ全部流されてもうそこから誰も帰ってきてないからね、そういう印象、はい、広場やなみたいな。後でその後にいろんな人の話聞いていく中で建てたあかん場所ができたとか、そういう話も聞いて、で、まあ、あともう一個心残ってるのはやっぱりこういろんな学校の人たちって福島合宿の日に、まあ、いろんな学校たちで集まってで普段しない会話とかもしたけど、その後にみんなで朝早く来て散歩して、あ、はい、あの毎回するの、そう毎回するやつ、あの散歩して、何だっけ、朝日やったっけ、朝日っていうのなんか海岸で海岸行って朝日見ただけ、あれはちょっとシュペイその東北かどうこうというなんか思い出として残ってるかな。実際に行くことでしか分からんことしかないというかな。小学校は写真で見るのと実際見るのは全然違うし、原発の中にまあ入らせてもらったけど、はい、それは言ってないけど、そうそう、あれはやっぱり今入る作業が進められてるのを見るっていうのがやっぱりなんていうかな、こう身近に感じるというかさ、写真だけやったらやっぱりなちょっと印象に残りにくいよね、やっぱり実際行かないと、そうそう、うん、こうなんか空気感とか、ね、匂いとか、はい、分かんないです、空気感結構そう感じたいなっていうのがあるから何回も行っちゃうよね多分。ちなみに原発とかは普通全然分からへん感じ、行ったところなんていうの、気温とかさ、気温じゃないけどまあなんていうの、匂いとかさ、あ、めちゃ変な匂いするから、普通やな、普通の防護服着なあかんわけじゃないし、うん、でも一応検査めっちゃさせられたけど、うん、そうそうそう徹底はしてますね、徹底してるけどまあ普通変わらない、普通とか線量がちょっと高いぐらいかな、でもだいぶ高いっすね、だいぶ高いっすね、はい、なんか毎回その合宿で線量結構おられるんですけど、その普通のところだったら 0. 何歩とかなんですけど、やっぱそこら辺の近く行くと100とか結構桁は変わってきて、まあ、やっぱ事故あったんだなっていうのはすごく感じました、ね、まあ、でもあれやね、それでもなんか聞いた話だったら100ぐらいやったらまあ1回の レントゲンあるぐらいの話だったんですよ、まあ、だから多分防護用になってもらえない、まあ、そういう細かいところとかもやっぱり話で聞く分にはまあもちろんその時の情報としてはもらえるかもしれないけど、やっぱり自分の心に残ることとかって絶対行かなあかんなって、行かないとわからないことも多いし、逆にそういうことしかないよな、そうだね、行って感じることって。実際東北行ってさ、語り部の人とかにいろんな話聞く、そう、今回もあのタクシーの語り部みたいな、タクシーの原点みたいな感じですよね、やっぱ語り部の原点か、ただアカデミー原点ですね、はい、そうそうそう、なんかタクシーはガソリンじゃなくて昔ガスやったから、そうそうそう、だからタクシーは車は動かんけどタクシーは動いたみたいな話があって、車とタクシーでなんか違ったもん、そうそうそう、車ガソリンだけどガソリンはないけどタクシーはガスで動くからタクシーを動かせたっていう、だからタクシーが先に現地入りできて、うん、いろんなボランティアの人に話していくのが、まあ、語りの原点やからそこから実際に今も続いてるけど福島とか仙台に来た人にどういうのがあったよっていうのを伝えながら街を回るみたいな、そうそうそう、それで言うと一応俺らも語り部やってる、そうですね、どうやってみてて僕はなんかその本当僕にわざわざその時間も割いてくれて、やっぱ地震の話ってその
自分が被災してる方ってその結構苦しいことで、あんまそんな進んで話したいとは思わないと思うじゃないですか、多分、うん、結構苦しいのに、それでも、はい、はその苦しい中、僕たちに喋ってくれてるのに、それを受け取って、それをなんか他の人に伝えていったりしないのは、逆にその人に失礼じゃないかなっていうので、結構やってる面も僕は大きくて、なんでしょう、そのなんか僕は語り部の意義って、その別にめちゃめちゃ大きい意味はそんなにないと思いますけど、なんか僕がそのいろんな人に話す中で、その人がなんかその地震ってやっぱ怖いなって言って、その少しでもなんか自分ができることを、なんかタンスの位置変えとこうかとか、固定しとこうかとか、じゃあ家族、地震実際起こった時家族どう動くかとか、一回話しとくかとか、そういう本当自分できるちょっとのことでもいいから、そういうのをいろんなたくさんの人がしてくれるきっかけになれたらいいなっていう風にやってまして、でもそのちょっとってすごく大きいと僕は思ってるんですよ。なんかその少しがあるからこそ、なんか地震なんて言うんでしょう、地震ってどうしてもその逃げない限り風化していくじゃないですか、どうしても忘れちゃうんですよ。でもそのまあ僕とかの話を聞いて、そのことにまあちょっとずつなんかできることをやっていけば、それもすごい大きな防災の一つになるんじゃないかなと思って、語り部は僕はやってますね。俺らがやってる語り部って結構難しいよな。そうですね、ちょっと普通の人がやってる語り部とは違う。違いますね、はい、人から聞いた話を語るから自分たちが経験してないことも多いわけや。だからそうやな、やってて一番感じるのは、自分が理解できてないことは喋られへんから、うん、思ってるより自分から聞いてるだけだったら理解してないなってすごい感じる。いや実際やってみたらやっぱり自分に知らないこと多いなと思う、質問されたりして余計感じることもあるし、そのためにはやっぱり自分を勉強しなあかんなと語るんやったら、結構あれ、なんかその聞くときに空気感みたいなのが聞くのが好きで、そうですね、そうそうそう、その空気感を語っていくときに伝えれたらいいかなと思うけど、そうそうそう、難しいなやっぱり。まあでも僕たちがこの若者がやるから聞いてくれる層もいると思うし、はい、いはるもんなやっぱり、うん、やっぱりね、地域に住んでる高齢の人が、そうそう、逆に聞いてくれる、逆に聞いてくれる、そのパターンが結構嬉しいし、向こうの人たちも嬉しいって言ってくれるし、なんかやりがい感じる瞬間の一つかな。地域に根ざしてるからこそって感じですね。一応僕たちは東北企画っていうこうやつに最初に参加した人が多いんですけど、まあそうじゃない人もいる。平野君はさっきからの企画してたんですけど、僕たちはまあそれを知った後に、まあ、先生たちの勧めもあって別のこう学校外の企画にも震災に関する阪神淡路大震災に関わるこう企画をやらさせてもらってて、何という企画かな、アスパユース震災語り部隊っていうんですけど、ぜひちょっとインスタもあるんで皆さんフォローしてください。アスパって何してるところ？アスパっていうのは六甲道の近くの清徳地区っていうところがあるんですけど、そこの公園内に施設としてアスパークっていう、まあ言うたればなんかちっちゃい建物みたいなのがあるんですけど、そこで活動してて、まあ主にその地区に住んでらっしゃる方に話を聞いたり、でそれを僕らが伝えたりっていうのをしてる感じの活動ですね。でもアスパってさ、阪神淡路大震災やんか、で俺たちが東北合宿行ってるのは東日本大震災やん、でなんでその中で行きたいって思うの？まあ、なんていうのな、ただ純にその震災について興味が出るっていうのが出たっていうのがあったんかなって思うけど、そうそう、まあ実際に高校入るまでその阪神淡路について聞く機会なんてなかったし、そうそうそう、いろんな人から経験談聞いて、じゃあ東北はどうなんやって思った、なんか紹介があったから、そうそう、東北合宿の、まあじゃあ実際東北の場合やったらどうやったのなって、津波がやっぱり阪神淡路はないから、僕はなんかその東北でまあ結構震災に興味を湧いたし、僕西宮住みで親も西宮住みなんですね。だから被災したことがあって、でしかもその西宮なんで小学校とかで結構震災の話とかするんですよ。だからそれででもまあ言うて小学校で話するのなんてまあレベルなんて知れてるじゃないですか。でもだからそのやっぱ震災にも興味湧いて、もっと知りたいなっていう風になって、そっちの方にも参加したいなって感じで参加します。僕もそうだね、なんか東北
のことについて学ぶけど、やっぱりその中で自分たちのやっぱこの学校通ってる近くの地域やし、住んでる地元の中で起きてた大きな地震である阪神・淡路大震災について知りたいなって純粋に思ったのもそうですし、やっぱり東北で学んだことは学んだけど、それ言うて1週間ぐらいに合わせて、やっぱもっと長く知りたいなって、ちょっと多分まだ表面的なものしか見てないことあるなっていうのはちょっと感じてて、その中でやっぱ地元やから長い間生き続けられるし、そういういい活動にこう合わさせてもらったなっていうのは。自分が生活してて結構そういうニュースが目に入ってきやすくなるっていうところがあるかな、うん、ここ行ったところやったらあるしね。そうそうそう、うん、ちょっとニュースで福島やってたら、あ、どうなってんのかなって気になるし、うん、なるね、確かに。そうそう、福島に限らず地震のちょっと気になるし、ね、っていう見方ができるようになるかなって、うん、まあ、多分こういう活動に関わらずいろんな活動で通じると思うけど、なんか新たにやっていくとどんどん視点が広がっていく。そう、視点広がるし、いろんな人の意見聞くから、まあ、結構2年ぐらいやってきてさ、こう結構いろいろ知れたから、うん、まあこれからまだ語り部どんどんやっていくっていうか将来は分からへんけど、やっぱりなんか人生活に生かすとかそういう肩肘張ったもんじゃなくても、うん、まあ経験にはなったかなと思うし、なんかそういうのを伝えていけたらなっていうふうに思います。誰かに、やっぱそうね、やっぱり学ぶこと多かったやんか、すごい。この1年間とか1年間2年間だけしか関わってないけど、でもそんだけでもこんだけ多くのこと学べたから、まあいろんな人にそれを経験してほしいなって思ってて、この面白さをどんだけ伝えられるかが分からへんけど、ほんまに最初に俺が言ったみたいに何でも多分きっかけはいいと思うよ、マジで。魚越えするほんまに何でもいいけど、実際やってみたらその何て言うかな、奥深さっていうか気づくと思うし、挑戦してよかったなって、挑戦かどうかわからないけど、まあ、やってみてよかったなってすごい感じるから、この良さをどんどんなんか広めれたらなって思ってます。そうね、やっぱその日本にいる限り、やっぱその地震っていう、そのまあ多分何回トラフも来ますし、多分この10年ぐらいにはまあ南海トラフにかかわらず地震ってまあ切り離せないことなんで、やっぱそういう日本に住んでるっていう限りは、やっぱ地震のことはもっと学んでおきたいなっていうのを思いますし、もっと多くの人に知ってもらいたいなっていうのはすごく感じます。まだ学校に入った人でも入ってない人でも、こういう震災についてとか語り部とかいうちょっと重い話とか多い活動ってあんまり参加しにくいし、あ、きっかけがあっても足が遠のく活動かなって思うんですけど、よかったらなんかちょっとしたことでもいいけど、なんかちょっとしてみようっていうふうに思ってくれたらいいかなっていうふうに思います。その一つで第78回文化祭オデッセイで5月2日と3日に、僕たち東北学は中学棟の1の4で、そのポスターの展示を行ったり、写真の掲示をしたり、まあ、直接来てくださった方とこういう感じで対話したりなどしてますので、よければご参加ください。